けれど、私は あなたはジェミニのサガ、あなたを殺害しようとした男です。サガ、それではあなたが。アテナ、あなたにお詫びを申し上げたく、ここでお待ちしておりました。こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。しかし、サガ、このサガ、本当は正義のために生きたかったのです。どうかそれだけは信じてください。サガ、ええ、信じます。本当のあなたは正義だったということ。人間は誰でも心に善と悪を持っているのです。サガはその相反するものがとてつもなく強すぎたのでしょう。結局今度の戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガ自身だったのかもしれない。